皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで前回の動画でもライセンスの方を紹介したんですけど、今回も新たに、公式のツイッター、あとは YouTube の方で、発表があったのでライセンス情報を紹介していきたいと思います。今回も南米のクラブの方のパートナーが発表されたということで、そちらの紹介になります。今回はブラジルセリアのコリンチャンスの方のオフィシャルパートナーの方が結ばれたということで、そちらの紹介です。こちらもまあ YouTube とか Twitter の方で情報出てるので、まあ知ってる方もいるかもしれませんが、今回コリンチャンスとのパートナー契約が結ばれたと発表されています。こちらについてもクラブセレクションなんかもね、2020では登場したりとか、まあそういうのもありましたし、もちろんねスタジアムだったりとか、まあそういうのもねウィニングレブ2021でも反映というか収録されるということで、まあそちらの今回発表があったので、まあ動画多分短くなるとは思うんですけど、軽くね紹介していきました。これまあ2日連続でこういう動画がまあプレミアム公開かな、されているんですけど、まあおそらく明日なんかもね、まあエピソード2とかって今この動画コリンチャンスの紹介動画には書かれていたので、まあエピソード3だとか4とか、まあそんな感じで続いていくんじゃないかなと思うので、まあ今後まあパルメイラスとか、あとフラメンゴとか、まあサントスとか、まあそういうクラブなんかもね紹介されるのかなというところで、まあ紹介されたらまた動画で紹介していきます。このような形で細々としたね、細かな情報もねしっかりと取り上げていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。